いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの飛山恭平です。今日のワンランク上のアイロンプリント講座はアイロンプリントの話じゃなくてですね、この使うインクジェットプリンターの現在の在庫仕入れについてですね、お話ししたいと思います。今シャワーを上げてですね、このパウダープリントを筆頭にですね、このアイロンプリントできますよというご案内をしているんですが、これでですね、ご覧になられた方、インクジェットプリンターを使って、いろいろハンドメイドをしてみたいと、そう思っていただいている方もいらっしゃるかと思うんですが、このインクジェットプリンターのですね、在庫が日本国内においてほとんどない、少ない状況になってきています。そのですね、原因としては、新型コロナウイルスの影響で、このインクジェットプリンターのですね、部品というのは中国大陸からですね、仕入れてそれで作っているんですが、その物流が止まっているというのが大きい影響です。なのでですね、今現在市場の方にあるのはですね、この新型コロナウイルス前に作っていたプリンターのストック部分でございますので、基本的にはどんどん減っていくと思われます。私もですね、この話というのは、家電量販店の店員さんとお話をして聞いた話で、メーカーの方が聞いたらですね、お叱り受けるかもしれないんですが、基本的な予測として、秋頃までですね、またこのプリンターの在庫不足というのは出てくる可能性がございます。そこでですね、今一度このプリンターと、顔料プリンター、染料プリンターあるんですが、それとアイロンプリントシートがどれが組み合わせが合うか、一体何のプリンターを買うのがいいのかというのをですね、改めてご説明。またですね、この在庫不足の中で考えた対策というのは私の中でございますので、それでもご案内したいと思います。では今日はちょっと話がメインとなるんですが、ぜひ今後ですね、してみたいと思う方のお役に立てるかなと思いますので、ご参考にしてください。では、どうぞ。はい、次は染料プリンターに向いた転写紙をご案内します。染料プリンターですね、熱をかけて色の変色が少ないですので、一般的なアイロンプリントシートは染料プリンターがいいと思ってください。まずですね、弊社の商品の中ですと、この洗濯に強いアイロンプリントシール、黒白共用。またですね、このアイロンプリントシール、プロ仕様。もう一つですね、これの白単色生地用というものがございます。これのですね、黒白共用は、後ろに飾ってああいった写真のようなタイプをするのに向いています。これのですね、白単色生地用になりますと、少しわかりづらいんですが、このように少しイラスト以外の部分がですね、そういう皮膜がございます。半透明というんですかね。この跡がですね、ちょっと出てしまうんですが、これは気にならない。写真ですとこれのですね、間というのはほとんど気になりませんので、写真用でしたらもう迷わず染料プリンターを使えば大丈夫です。比較的ですね、この染料プリンターというのは、プリンター全体のシェア100としまして、80以上ですね、染料プリンターです。なので、この在庫不足の状況の中でも染料プリンター見つかりやすいので、写真用される方は、きっとやりやすいかなと思います。では次に、染料プリンターでもいいですね、転写紙をご案内いたします。では次にですね、染料プリンターでも大丈夫なですね、転写紙をご案内します。これはパウダープリントシリーズの中の2種類です。一つがですね、ここにある木材用パウダープリントシートですね、この仕上がりです。これはですね、染料プリンターでも顔料プリンターでも大丈夫ですよとご案内してるんですが、感触としてはですね、染料プリンターの方が綺麗な仕上がりできやすいかなと思います。ので、木材をパウダーしたい方は染料プリンターで大丈夫です。そしたらですね、このメタリックパウダー。こちらもですね、顔料プリンターと染料プリンターでもいいんですが、こちらはですね、どちらか染料プリンターでもできますよという感じです。比較的なその選択の耐久性なので少し落ちたりするんですが、ユーザー様ではですね、染料プリンターでも十分使っている方がいますので、このメタリックのですね、その光のものをやりたい方は染料プリンターでも大丈夫だと思います。次はですね、染料プリンターではできない、顔料プリンターの話をします。顔料プリンターに向いている転写紙をご案内します。顔料プリンターに向いている転写紙はパウダープリントシートです。パウダープリントですね、この顔料インクジェットプリンターで出して、そのインクの部分だけを表現するんですが、こういった白単色生地にカラー表現をしたい場合ですね。で、なおかつこれ抜けてる感じですね。写真でなく。これをやりたい方は顔料プリンターでないと表現が薄くなってしまいます。あまりですね、発色が弱くなってしまうんですね。染料プリンターですと。あそこにあるのも顔料プリンターでやったものなんですが、
パウダープリントシートをやりたい方、カラー表現ですね、メタリックでなくては顔料プリンターの必要がございます。染料プリンターですと残念ながら薄い仕上がり、またですね、洗濯すると落ちてしまう、ちょっとそういった難点がございます。なので基本的にはですね、パウダープリントシートのカラー表現以外は染料プリンターでもある程度できるというのがですね、このプリンターを選ぶ基準になります。なので、パウダープリントをですね、使うか使わないかというところでもですね、ご判断いただければと思います。では、次にですね、現在のこのプリンターの在庫状況を見ての対策をご案内いたします。では、このインクジェットプリンター、染料プリンターと顔料プリンターなんですが、これの在庫が今現在少なくなってきているということでですね、どのように導入するかご案内いたします。まずこの染料プリンター、ここにはですね、エプソンさんの EW のシリーズですが、これ自体ですね、かなり種類は少なく、在庫は少なくなってきているんですが、染料プリンターという枠組みでいきますと、世の中に結構たくさんまだございます。全体のシェア100として80以上は染料プリンターです。なので、今まで通りですね、ネットなどで探していただければ、こちらの染料プリンターの方はあるかと思いますので、ご安心してください。問題はですね、シェアが20以下のこの顔料プリンターです。私もよく使っている PX049A なんですが、こちらの方は現在廃盤となっていまして、新規製造の方は見込めない状況になっています。これの現在の状況を言いますと、Amazon ですと、2020年5月現在ですね、少し高い値段で販売しています。少し高いと言いますと、コロナ前はですね、だいたい7000円ぐらいで売っていたんですが、今現在それの倍の1万3、4000円で、新品でプライムで販売されています。必ずしも、全く仕入れられないという状況ではないんですが、需要が高くなってきているので、値段が上がってきていると。一方ですね、またA3 サイズのプリンター、型番このように、ありますが、ですと比較的まだ新品の在庫というのは、家電量販店でもネットでもございます。なので、新品を探すというネットでしたら、そういった手を使ってみてください。またはですね、今ちょっと申した家電量販店もですね、独自の在庫を持っている場合がございますので、エプソンの PX シリーズありますかという問い合わせ、店に行くなり、何なりかですね、問い合わせていただければと思います。それもですね、その問い合わせですね、少しあったケースがございましたので、聞くならですね、言ってねえさ、ただですので、ぜひお試しください。あとはですね、新品に限らないという話したら中古品ですね、Amazon でも結構今あるんですが、おすすめ、価値観によるんですが、メルカリは結構あります。こういったインクジェットプリンター、個人の方が持っている方が多いので、メルカリのですね、出品者も個人の方が多いです。掃除などですね、今コロナの影響でしていらなくなったり、買い替えなど結構出品している方は増えています。質はもろもろありますが、基本的な量としては日本では一番ですね、中古のプリンターあるかなと思います。もう一つヤフオクもありますが、手軽さで言ったらメルカリっていうのはどなたでもできるかなと思います。いやですね、新型コロナの影響ですね、緊急事態宣言でが解除されまして、だんだんですね、結構世の中のその、ビジネスはですね、右肩上がりになっていると思います。この右肩上がりの中でですね、こういったプリンターがないということで、こういった、作品を作ったり、商品を作るっていうことをやめるというのはですね、もったいない話ですので、是が非でもですね、なんかプリンターを導入いただいて、したい方はですね、やっていただければ、本当に嬉しく思います。この情報がですね、少し真偽はございますが、お役に立てれば幸いだと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。